岡本かの子は1889年3月1日に豪商の大貫家の別邸で生まれました。占病室のため預けられた養育母の下で源氏物語などの手ほどきを受け、尊塾で漢文を習い、尋常小学校で短歌を読み育ちました。16歳の頃に女子文壇や読売新聞文芸欄などに投稿し始め、17歳の頃には与謝野晶子を訪ね、新詩社の導人となり、新体詩や和歌を発表するようになります。19歳の夏、避暑地で訪れた宿で岡本一平と知り合い、21歳の時に結婚。翌年、長男太郎を出産し、青山のアトリエ付き2階屋に転居しましたが、夫婦間の衝突や出産した長女の死などのショックから精神科に入院することに。かの子は一平を愛することができず、自身の崇拝者であった学生堀切茂雄と一平の了解のもと同居するようになり、次男を出産。次男もすぐに亡くなってしまいました。この頃、救いを求め仏教に興味を示し、エッセイを発表するようになり、仏教研究家としても有名に。晩年の数年間のみ小説に専心し、川端康成の紹介で作家としての出発を果たします。母子叙情、老義賞、少女オルテンなどを発表するも、1939年脳溢血で倒れ、2月18日に49歳で逝去されました。